ベールゼブフォは、約7000万年前にあたる、後期白亜紀のマーストリヒチアン紀のマダガスカルに生息した大型の無モク農族。化石は、前原の類相から産出した。2008年の記載当初は、地球史上最大級のカエルとされていたが、より完全な化石が後に発見され、現生で最大のコライアスガエルにその座を譲っている。当時の恐竜の幼体を捕食していたとも言われる。 メディアでは、悪魔のカエル、悪魔の引きガエル、地獄からやってきたカエル、パックマンガエルとも形容される。ベルゼブフォ二2008年2月に記載、命名された。俗名は、異教神あるいは悪魔、ベルゼブブと引きガエルの学名であるブ補の根性語であり、種匠名アンピンガはマダガスカル語で、双孔の意である。種匠名は盾を彷彿とさせる頭部の突起を反映している。 三次元復元2008年の記載時には、ベールゼブフォーの体長は 42.5cm とされたが、2014年の研究で少なくとも体長 23.2cm まで成長したと、下方修正された。これは、原生のアフリカウシガイルが達得る大きさである。頭部は非常に大型であった。ベールゼブフォーの化石が産出した、マダガスカル島は後期ジュラ紀の最初期に、 ソマリアの海岸から離れ、また、インドア大陸とつながっていた。ベールゼブフーは、南アメリカ大陸に生息する、ツノガエル科に、姿が類似しており、かつては、後期白亜紀まで、南アメリカ大陸とマダガスカル、場合によっては、南極大陸が陸続きであった可能性も、考えられていた。しかし、ベールゼブフーはツノガエルと近縁ではなく、姿が類似するのは修練進化によるものと、 考えられている。かつてツノガエルカに分類されていた他の絶滅したカエルにはバウルバトラクスがおり、ベールゼブフォはツノガエルカとエンドウイネオバトラクス類のより古いグループに属する可能性がある。ベールゼブフォは口を大きく広げることができ、比較的大型の獲物を捕食していた可能性が高い。具体的にはトカゲなど小型の脊椎動物のほか孵化した 直後の恐竜の容体なども獲物の候補に上がる。クランウェルツのガエルに基づく推定では、幅1 5 4センチメートルの口を持つベールゼブ法の、攻防力は500から2200ニュートンとされている。ありがとうございます。